決勝戦、日本は天の第7回大会は圧倒的な強さで国軍は世界の頂点に立った。そして2000手を取らない素晴らしい決勝戦となった。一撃必殺の高速上段突きを武器に世界大会2連覇を達成し、国軍は新たな伝説を作った。
はい、国分利人が激戦に次ぐ激戦を制し2度目の栄光を手にした。最強を証明してみせたのである。